はい、3番滑走の北村隆太君、日本大学、今、本田ルーカス君とぶつかりそうになりましたけど、最初トリプルルッツがステッピングアウトしましたけど、トリプルフリップにダブルトーループをつけて回避したと思います。リカバリーをしたのかなっていう感じですね。で、先生が中田竜君のお父さんですね。ってことは MF アカデミーかな？と思いますけど、彼は非常にこう、曲が「アディオス」っていう曲で滑ってるんですが、なんかネイサン・チェンの「ネメシス」に少し似てる曲だなと思いました。で、それから表現力が非常にすごくて、丁寧にこなしているなっていう印象がとてもありましたね。赤いベストを着ています。で、ところどころその途中でこうジャッジを見て表現をする、アピールする部分だったりとか、それからスピンですね、スピンの、姿勢、回転の速度など、とても良かったなっていうふうに思いましたね。演技の全体的なデザインもとてもスムースで、表現力、キレも非常に良かったなと思います。そうですね。北村君の得点、ちょっとお父さん、お父さんとか中田裕君のお父さん、ちょっと、いや、まあ眠そうですね。55.37でございます。でも、表情はうなずいているので、まずまずなのかなっていう感じでしょうかね。いや、でもね、朝めっちゃやっぱ早いと思うので、ちょっとやっぱり、あれですよね。この時間帯によくこんなに動けるなって感心しちゃいますね。本田ルーカス剛君、木下アカデミー見ていきたいと思います。紺の、服に、ジャケットは黒のジャケットで、ちょっと、なんかロックっぽい感じですね。なんか本田君らしい感じがします。でも表情がちょっといいなと思いますよ。曲は、ブラックベッティ。これは完全ロックですね。すごく、かっこいい始まりで、動きもとても、キレもあって、もう世界観乗ってますね。さあ、最初はトリプルアクセル。変な抜け方をしちゃいましたね。抜けた後にこう、嫉妬っぽくなっちゃった。でもお客さんの拍手がすごくこう、乗っていくような曲ですね。お客さんも拍手して、います。手拍子しながらのトリプルフリップ。これは綺麗にこなしましたね。単独のフリップ。という感じ。スピンは大丈夫でしょうか？スピンは落ち着いてこなしていると思います。ちょっとこう、ジャンプがね、やっぱ失敗をしちゃっていますので、それで少し、それが決まってくるともっと乗れるんでしょうけども、ただ表情とか動きはキレがあるなと思いますよ。トリプルルッツはどうでしょうか？トリプルルッツ詰まったダブルトーループ。彼は今シーズンからと言いますかね、ペアですよね、ペアですよね、ペアを、チャレンジしていくっていう話があったんで、なかなかその練習とかね、バランスどんどん難しいと思うんですけど。さあ、ちょっと、ここからのスタミナが、でも、すごい、ステップシークエンス、おお、いいですね。ステップシークエンス入る前の、コレオシークエンスのようなスライド技からの動きがとてもいいと思います。非常にこう、本田ルーカス君らしい、プログラムかなと、思いますね。お客さんの手拍子に乗って最後のコンビネーションスピン。
はい、スピンは、Y 字の形も非常に綺麗ですね。Y 字からの、そこからそのまま、インサイドの、ウィンドミルで終わるっていう。はい。終わりましたね。はい。っていう感じで、ちょっとやっぱジャンプがね、アクセルうまくいかなかった、シングルアクセル抜けてしまったりとか、それからまあ、3回転、3回転もおそらく予定はしていたところが、3回転ならず、でもフリップジャンプは多分、単独でいけると思うんですけど、まあ多分、後半の3、3がルッツと、を予定をしていたところが3、2になってしまったんですよね。うん。なので、まあ、ジャンプがちょっと決まんなかったんで、ちょっと、すごく乗る気持ちのいい爽快感のあるロック調のプログラムかなと思うんですけど、もうちょっとやっぱりこう、それがちゃんとが決まってくればさらにね、うん、気持ちとしても気持ちもね、乗っていけるんじゃないかなって思うので、それがちょっとね、はい、うん、まあ、ルッツジャンプはかなりこう、ま、着地ね、少しこう重くなってしまったかなっていう、ただステップシークエンスのね、ところ、始まる前にこうスライドをうわーってやっていったりするとことか、こうお客さんがすごい乗っていけるようなプログラムだなと思うので、アクセルジャンプは少しこう飛び焦ったのかなっていうのがちょっとあったかなと思いますね。ただね、彼ね、いいところが、表情が今のキスクラ見てるんですけど、非常にいいとこなんですよ。うん。非常に表情がいいなと思いますね。始まる前からなんか表情良くて、このプログラムすごい好きで、なんか楽しんでるのかなっていうのを感じましたね。うん。だからなんか、こう、どちらかと言ったら、こう、なんか、失敗云々っていうよりも、楽しんでやってるのかなっていうところがあったんで、それが非常に良かったと思います。はい。これはプログラムコンポーネンツがちょっと表示しないので、61.77。うん。彼も満足ですかね。まあまあっていう顔で。ミスが結構あった割には、まあ、まずまずなのかなっていう、はい、拍手もしてますね。はい。っていう感じでしたね。はい。本田ルカス君。はい。そういう感じでした。さあ、続きまして、長谷川和樹選手、東京理科大学男子ですね。見ていきたいと思います。彼は僕、昨年から知ったばかりの選手ですね。本田君とは少しこう違って、表情が少し硬めにはなっていますよね。やっぱね、6分間練習の時も、ちょっとこう硬めで、ちょっと緊張感があるのかなと。決まったジャンプもまだなんか首振ってたし、まあ、トリプルアクセルでも苦労してましたね。あ、でも曲はハッピー。これは昨シーズンと同じプロだと思いますね。はい、見ていきたいと思います。衣装は、シルバーの、まあ、ジャケットというか、まあ、なんだっけ。ベストとシルバーの、はい。さあ、トリプルアクセルから。あー、回転が、3回転目で着地しちゃったように見えましたね。2フットで着地しちゃいましたんで、これはダウングレード、されちゃうと思います。ちょっとトリプルアクセル入る前の、かなり慎重に入ったのかなと思います。トリプルトーループ。これはなんとか2つ目。ちょっとスピードが落ちたんですが、ちょっとステッピングアウトしちゃったかなっていう感じでしたね。うん。はい。ちょっとやっぱりね、全体的にこう硬さがあるかなっていうのがちょっとありますよね。少し緊張感が感じられますね。うん。表情なんかも滑っている時の表情もちょっと、なんか、うん。今一つこう硬いなっていう、緊張感っていうのを感じますね。うん。はい。この曲はハッピーっていう曲だと思うので、もっとハッピーにね、滑ってほしいなと思うんですが、ちょっとこう、ね、表情が今一つハッピーになりきれてないのかなっていうふうに、トリプルフリップ、ああ、これもダウングレードになっちゃう。ああ、ちょっと疲れもかなりこう、表情には見えるかなっていう、しんどい感じが伝わっちゃいますね。うん。はい。ちょっとこう、ステップシーケンスも演技の中に入ってないなっていう感じがします。うん。
かなりこうしんどいのかな。さあ、最後のスピン、ここはちょっとしっかりこなしていきたいなと思うんですけどね。コンビネーションスピンはとても良かったと思います。でもね、演技始まる前からね、ちょっとずっとこう不安な感じがあったんですよ。ループカー練習の時もちょっとこう表情が冴えないなと思っていたら、演技もちょっとそういう感じになってしまったような気がします。そうですね。トリプルアクセルまず大きくミスして、その後、でもこうね、そのジャンプの失敗云々っていうのももちろんあるんですけども、表情がちょっとこう、曲のハッピーっていう曲とは、ちょっと、いや、思えないって言いますかね、ちょっとそういう感じで、あ、でも言ってるのか、緊張感というか、ちょっと硬さがあったなっていう気がしましたね。まだ朝が早いからでしょうかね。あ、でも、キスクラに行ってやっと、なんか落ち着いてるのかなっていう感じがしますね。とこう、普通に滑ってる時も、ちょっとこう、昨年の、まあ、昨シーズンの全日本の時は、もうちょっとこう、ハッピーな感じがあったんですけど、今回は、でも今回やっぱりなっていう感じだって言ってるんで、ちょっとやっぱり始まる前からちょっと不安だったりとか、緊張感だったりとか、ちょっと調整ができなかった部分が多かったのでしょうかね。少しこう練習不足というのがあれかな、あったんですかね。ちょっとこう、待って、いろいろなんか言ってるな。ちょっと聞いていきたいと思います。なんか言ってますね。ああ、フリップはやっぱりなっていう感じだって言ってます。ってことは、ちょっとやっぱりフリップジャンプ飛ぶ前に全体的に不安があったのかなっていう、そういった感じですかね。という長谷川君の、今季初戦を僕見ましたね。ああ、辛かったって言ってますね。なるほど。まあ、ここからね、少しずつ上げていってほしいなと思うんですけどね。さあ、得点がどれくらい出るか。まあ、ちょっと多分ジャンプの回、フリップは本当に怖くてって言ってますね。ちょっと先生も。さあ、どれくらい点は出るんでしょうか。まあでも、初戦ですからね。44.86だ、点数。先生も苦笑いっていう感じでしょうかね。笑ってますね。ちょっと低すぎたんじゃないかっていう感じになってますかね。蒼汰君、6分間練習。第2グループの6分。表情がなんか、どんどん色気が出てくるな、これはっていう感じですね。めっちゃかっこいい、なんか。蒼汰君、どうしちゃったんだっていう。4回転サルコー、でもなんか靴があれだね、なんか靴の根元ってか、足元のいっぱいぐるぐる巻いてんね、テープでね。でもこれって、つぼいたっちゃん、白の衣装。なんか、王子様ような感じになってますね。おー、楽しみ。どんなプログラムやっていくんだ。めちゃくちゃ楽しみですね。さあ、初の、まあ、つぼいくんも、そうたくんも、今季は僕初めて見ますからね。てか、今季これ、初戦かな？楽しみですね。なんか、でもさっきのカオ君の演技見ても、今季初戦とは思えなかったな。
はい。あ、てか練習時間終わるの早いな。何分間だ、練習って。あっという間ちょっと終わっちゃった感じですね。はい、誰からかな。あ、坪井達ちゃんか。坪井達也選手からですね。あ、その子先生。はい、たっちゃん。すごい、たっちゃん。うん。シスミックス。はい。今季僕は初めて見ます。ちょっと緊張感があるのかな。でも、これは多分いつもと同じですかね。坪井くん。あ、はいはい。始まり方もそんな感じなんだ。アラーフェスっていう曲ですよ。これはアラーフェス競争ってことは違うんでしょうね。あ、同じか？アラーフェス協奏曲のこのバージョン、アラーフェスっていうの。なるほど。ほう。はいはいはい。おう、どうなんだろう。さあ、スピードがあるような気がしますよ。4回転のサルコーかな。あい！とても綺麗に着地をしてきましたね。フライングキャブル。はい、スピンとかもとてもいいと思います。うん。非常にこうスピードがやっぱありますね。そしてトリプルアクセル。はい、止まった。うん。いいですね。スピンとかではミスはもうしませんからね。うん。安心感があるこれは。このプログラムは何だろう。アランフェスね。うん。いいと思う。うん。こう、オペラの感じもあるのかな。表情も、まあ、表情はいつもの坪井達也君かなというような感じがします。うん。ステップも一つ一つ丁寧にやってるなっていう感じですね。うん。さあ、最後のジャンプ。これはコンビネーションにしていくと思います。ルッツからかな。トリプルルッツ。お、幅がある。トリプルト。うん。これはものすごい幅がありましたね。トリプルストリプルト。うん。はい。スピンはすべて。あ、でも彼は本当に昨シーズンあたりからスピンの回転の速度がね、速くなったんですよ。で、それも今季はいいと思います。うん。はい。素晴らしかった。あ、ガッツポーズ出ましたね。ガッツポーズ。坪井たっちゃん。ガッツポーズちっちゃくうなずきましたね。うん、手応えを感じたようです。はい。あ、でもね、表情がね、なんかこう、おとなしくなったのかなって。あ、すごい拍手がすごい。うん。お客さんのボルテージが高まってますね。うん。坪井くん、非常にこう、トリプルルッツ、トリプルトーループの高さ、あ、幅がすごかったなと思います。4回転サルコーは、これは良かったですね。回転大丈夫でしょうかね。うん。トリプルアクセルも大丈夫だと思いますね。はい。で、スピンは多分3つとも最高評価取れるんじゃないかなって思います。ちょっと聞いてこよう。何言ってんの？キスクワ、何、キスクワで言ってね、たまにね、重要なこと言ってんの、たまに。でも、キスクラでも満足。でも、中野先生は。中野先生 なんとも言えない表情ですね。
なんとも言えない感じです、いつも通りの。トリプルルッツ、トリプルとも幅があったけど、ルッツが、あ、なんかでも言ってるね、先生が。ルッツのところの踏切かな？ちょっと分かんなかったけど。いつも通りですね、なんか。いつも通りの安定感があるなと思う。でも、初戦からいきなりこの質だといいと思いますよ。でも、最初は緊張感もあったんですけど、初めての、演じるプログラムね、やっぱ緊張感あるけど、これで自信になったんじゃないかなって思うんですよね。さあ、得点はどれくらい出るんでしょうか。あ、なんか言ってる。あ、スピンも良かったって。本当にオーソドックスだなと思いますね。本当に。基本に忠実と言いますか、こう、しっかりオーソドックスに、オールマイティーにね、コンスタントにやって、あ、87.25。いい点数じゃないでしょうか。彼もうなずいてますね。あ、中野先生は、なんか言ってるね。という感じでしたね。コンスタントに、なんかこう、やってくださったなと思います。いつも通りだけど、初戦でこの出来だと結構、自信につながるんじゃないかなと思うんで、それが非常に良かったんじゃないかなと思いましたね。では、坪井くんなど、まずここで一旦動画を止めていきたいと思います。